アイテム番号。SCP-695JP。オブジェクトクラス。ユークリッドにユートラライズド。特別収容プロトコル。2017年01月7日にてにユートラライズドに分類されました。死体は今後の検査を考慮し保存されます。以前の特別収容プロトコルを閲覧。SCP-695JP はその性質により内側からカーボン繊維強化樹脂、セラミックコーティングが施された耐熱パネル、耐化合金キラニウムを用いた特別収容室にて収容します。SCP-695JP が900度以上まで発火した場合は鎮圧部隊比、1小さ体を落としに SCP-695JP の鎮圧が指示されます。SCP-695JP が活性状態への移行の有無は室内に設置した無センサーモグラフィーカメラによって確認します。SCP-695JP は1日に3回ずつ 33g の家畜用飼料が与えられます。収容室内は SCP-695JP の排泄物や羽毛のために定期的に清掃がされます。説明。SCP-695JP は自らを不死鳥と呼称するウーコッケー、学名、ガルス・ガルスバード・メス A、です。DNA 検査においてもオブジェクトの DNA と一般的なウーコッケーの DNA サンプルの構造の差に異常は見られません。SCP-695JP は原因不明の発火による炎で自身の体を燃焼させますが SCP-695JP 自身には燃焼による外傷、苦痛などの様子は見られません。その状態を活性状態とみなします。現時点ではおよそ3500度が最高温度です。最低18時間活性状態を続けることが可能です。活性状態により周囲に放出されるはずの熱は確認されていません。炎の温度は SCP-695JP の体温を測る形でのみ計測を可能としています。SCP-695JP は人間の言葉を発声可能としていますが発声期間に異様があるのかについては不明です。ジアンクスジュプ、イ、の後に解剖が行われました。発生期間の形状に異常は見られませんでした。収容経緯記録。2016年02月6日、SCP-695JP は、にて見られた上空からの飛来物の落下地点にて発見されました。1回目の確保は部隊の全滅により失敗しました。2回目に SCP-695JP は約1分間にわたる交戦の後に飽きたと発言し抵抗をやめたことにより確保されました。確保時の記録映像については、データ消去済み、を参照してください。インタビュー。インタビュー記録 695JP、2016年02月6日を閲覧。対象、SCP-695JP。インタビュアー、加瀬博士。録音開始、2016年02月6日。加瀬博士。これからインタビューを始めます。SCP-695JP、いくつかの質問をしていいでしょうか。SCP-695JP。ふむ、その名は少々気に入らないが、皆この我に恐れているよう。無知で短命で脆弱な貴様らには希望を与えるのは滑稽だ。だが許す。命を懸けて聞くがよい。加瀬博士、ありがとうございます。では、あなたはどこから来たのですか？SCP-695JP。我がは火山にて生まれた。体などなく、眺めるしかできなかった我がは、いつの間にか火の海の中で目を覚ました。加瀬博士、火山とは、どこの火山かわかるでしょうか？ SCP-695JP。貴様らの言う、山だ。体は醜かったがよしとした。そして外へ出るために飛んだ。後に鶏が飛べぬことを知ったがな、それでも飛べた時点で我が鶏ではないことは明確だろう。加瀬博士、外見から見てあなたは一般的な滑稽等とさえはあれど異次様が見られません。なぜ飛べるのか具体的な理由を求めさせてもらいます。SCP-695JP、飛ぼうと思ったら飛べた。それだけだ。加瀬博士、そうですか、わかりました。ではなぜウコッケーの体を持つあなたが人間の言語を扱うことができるのですか？同時に、なぜ人間と同等の発声ができるのですか？ SCP-695JP、喋ろうと思ったから喋れた。貴様らの使う言語は、眺めていたからだ、このよう。加瀬博士、先ほどの発言によると、あなたは生まれる前からそうしていたようですが、詳細を教えてもらえますか？ SCP-695JP、知らぬ。我は突然目が覚め、眺め、やがて眠りについた。
目が覚めたことに気づかずほど早く眠りについたことなどいくらでもある。あくまで例えだがな。加瀬博士、実体を持っていなかったということですか？ SCP-695JP。 ああ、火山から生まれ、火をまとう、目覚めと眠りを繰り返す、すなわち生死の輪廻とどうかち。これのどこが不死鳥ではないというのだ？加瀬博士、不死鳥は同時に、オイルと灰になり、そこから雛となって生まれると聞きますが。SCP-695JP。 知らぬ。我は不死鳥であり我のみが不死鳥である。諸行無常の世に先入観など不必要だ。肝に銘じよ。加瀬博士、わかりました。ではその目覚めと眠りの繰り返しの際、あなたはどんな状況にいたのですか？ SCP-695JP。いつだって我は火のたぎる海に漂っていたと同時に、我は必ず、文明を作る貴様らと共にいた。我を道具に扱い、時に絶望と指を指し、時に希望と唱えた。そしてやむことなく、貴様らを見ていた。加瀬博士。なるほど、しつこいようですが、もう一度お聞きします。あなたは、何者だったのですか？ SCP-695JP。答えをせくな。それは貴様らが見つければいいし、すぐに予想づいているものも現れるだろう。さあ、そろそろ終わりとしよう。無知なる者に教えを説くのは非常に根気をそがれるのだから。加瀬博士。わかりました。インタビューはこれにて終了します。録音終了、2016年02月26日。終了報告書。SCP-695JP は概念上の存在だった可能性があります。いつの間にか、と発言しているためになぜ肉体を得たのかについて対象から知ることはできないと思われます。SCP-695JP は意思により飛行、人間の発生の模倣を可能にしたと発言したため自身への現実改変の力を持つと考えられます。今後 SCP-695JP の活性状態時に発する炎の最高温度を測定するための実験を行います。追記。SCP-695JP の DNA は数匹分脳骨系の DNA と比較されましたが異常は見られませんでした。ヒューム値は 1HM 以下にて常に変動しています。活性状態の SCP-695JP から約3500度の熱が測定されました。観察ログ。観察ログ 695JP を閲覧。前ログと相違点のある部分がある項目を除き余分と判断された項目は省かれました。観察ログ 695JP、2016年02月27日。対象、SCP-695JP。観察結果、対象は起床後朝食を要求しました。内容は和食や中華料理など本来烏骨系に適したものではないものでした。対象には家畜用の飼料が用意されました。対象は雑談をするための会話相手を要求しました。会話相手については対象自身の詳細の情報が得られる可能性を考慮し承諾されました。会話内容から対象に関する情報は得られませんでした。分析。対象は要求物とは違う資料に激上しましたが非活性状態のままでした。活性状態への移行の仕組みは感情とは関係しないのではないのでしょうか。観察ログ 695JP、2016年04月1日。対象、SCP-695JP、観察報告。対象は担当職員と会話中に活性状態へ移行しました。召集により鎮圧部隊が緊急出動しました。対象は激上し叫び散らしていましたが混乱した職員を見て、エイプリルフールとはこのことだろう、我とて知っているとも、と発言し、その後も事態を混乱させました。ほい。担当職員が4、1がエイプリルフールであると対象に伝えたことがないことは確認済みです。加瀬博士。観察ログ 695JP、2016年05月19日。対象、SCP-695JP、観察報告。対象は収容室外を写した写真を要求しました。担当職員が所持している写真から許可されたものが支給されました。分析。外部の様子を伺うなどの発言はありますが収容室を抜け出そうとする様子は見られません。そのため少なくとも現時点では対象が協力体制を維持していると思われます。担当職員と対象のコミュニケーションはとても友好的なものです。観察ログ 695JP、2016年07月29日。対象、SCP-695JP、観察報告。対象はバンとなるメスの鶏を要求しました。要求は却下されました。
分析。対象は要求と同時に、子が欲しい、と発言していました。対象は不死鳥と自称していますが、死の恐れがない対象が子孫を残したいという本能を持っている可能性は限りなく低いと思われます。対象が本当に不死性を持っているか確かめるべきではないでしょうか。観察ログ695JP、2016年08月10日。対象、SCP-695JP、観察報告。対象は過去に支給された作品から特定の作者の小説を要求しました。支給品は担当職員が所持しているものの未許可されました。ほい。特に宮沢賢治が気に入ったようです。担当職員。観察ログ 695JP、2016年0月6日2日。対象、SCP-695JP、観察報告。担当職員が確保時の対象の発言の真意を聞いた際、対象が収容室内のマイク付けカメラを意識し聞こえないように、疲れたのだ、と発言したのを担当職員の副証による確認により認識しました。対象はこれにふんどし、活性状態へ移行し担当職員へ襲いかかりました。駆けつけた鎮圧部隊により対象は気絶しました。対象は目を覚ました後担当職員の状態を伺ったため容態を伝えたが、対象はその後非活性状態のまま暴れ回りました。5分後対象は睡眠状態へ移行しました。ほい。担当職員は対象により左腕を失いました。担当職員は70日間の休養を取ることになりました。対象は人間に対し好意的なのでしょうか、博士博士。観察ログ 695JP、2016年10月29日。対象、SCP-695JP、観察報告。対象は支給された資料に対し、近頃飯が硬い、くちばしが欠けてしまうだろう。と発言しました。資料の変更はされていません。分析、活動量に対し羽毛の散らばりが異常です。これはくちばし同様、寿命が近くなる骨形の変化と類似しています。ほい。対象の異常性について一切解明できていない状態でのオブジェクトの死はあまり望ましくないと思われます。延命処置を計画するべきです。加瀬博士、延命処置は認められない。オフアイブ。観察ログ 695JP、2016年11月11日。対象、SCP-695JP、観察報告。対象は起床後から動かず、職員からの干渉に対し反応が見られませんでした。分析。この1週間にて対象は摂取する食事の量を 12g まで減少させました。ほとんど抜け落ちた羽毛などから対象の死期は限りなく近いと思われます。ほい。本当に残念です。加瀬博士。観察ログ 695JP、2016年12月25日。対象、SCP-695JP、観察報告。対象は起床前から活性状態へ移行しました。炎の温度は35度と計測されました。対象は資料を食べませんでした。対象は、冬眠をする、関わるな。と発言し睡眠状態を継続させました。ほい。危険なこの SCP-695JP から死者を出すことなく済んだのは、とても好ましいことです。データ編集済み。閲覧を終了。事案記録、事案記録 695JP、2016年12月31日。2016年12月3123日。56、SCP-695JP の活性状態による熱が急激に上昇しました。対象が自身に発火させた炎の熱は周囲に放出させられました。この例は前例にありません。駆けつけた特殊部隊に発言をした後天井を蒸発させ上空へ逃亡しました。SCP-695JP の発言内容については音声としてカメラに記録されていました。下部を参照してください。2017年0月1月1日、15時13分、県、町、にて死産したウコッケイの死体を発見されました。2017年0月30日、9時0分、DNA 検査により墜落した SCP-695JP の死体だと判明しました。2017年0月7日、17時0分、死体を検査。解剖を行いましたが異常性が見られないため2017年0月7日にてニュートラライズドに分類されました。SCP-695JP の発言内容。しばし話そう。畏敬されるのは心地よかった。この世の王にでもなった気分だった。希望を抱かせ、K
警戒し、安堵する貴様らの顔は何とも滑稽であった。だが今や貴様たちは我を邪魔者扱いとしか思っておらぬ。貴様らは知っていて黙っていたのだろう。この身は確かに、刻々と朽ちていっているのを。我にとって時間は安いものであった。だが、死の気配は確かにそこにある。飼い殺されるなどぶざまなしはごめんだ。鳥かごの鳥になるくらいならば、我がはよだかとなってみせる。不死鳥は誇り高きものである。不死鳥が太陽となるのを、気にて見ているがいい。